こんな声でこんなことを言ってという皆さんのご依頼に答えるプライベートボイス、私前田香織が挑戦します。ラジオネーム三河凛凛さんからのご依頼、寂しくて泣きそうな感じで。一人でお留守番寂しいぴょん。ご主人様早く帰ってきてぴょん。うさぎ年万歳、富田美優と前田香織の調査のご依頼お待ちしております。